本題始まりました。おちゃちゃんです。さあ、ここから水です。はい、久しぶりでございます。はい、共通テストの回もやってこなかったからいや、まあちょっと見逃しちゃいました、はい、そう、どうしてるんだって言ってね、はい、やってこなかったので、さあ、それではお引越し撮影場所、はい、第1弾でございます、はい、さあ、総計レベルもし受けましたんで、はいはい、どんな感じだったのか聞いていきたいと思います。はい、はい、どうですか、受験された皆様、受けた感想はどうでした？うん、英語は、まあ読めたっちゃ読めたんですけど、やっぱ穴埋めとかよく文法の方で結構苦戦したのと、あとは世界史はもう手も足も出ませんでした。で、国語はまあ意外と文章を読めたっていうなんか感触あったんですけど、やっぱ細かいところで最後2択でミスったりとか、やっぱまだまだかなみたいなところはありますね。なるほど、はい、じゃあ自己採は多少した記述部分以外、英語と国語はしました。はい、はい、わかりました。見てみましょう。じゃあ世界史はここでやってもらいますから、はい、なんで世界史をやらなかったらもう無理だって。いや、もう多分ゼロでもおかしくないと思う。なるほど、はい、どうだったのか。何型とか選ぶでしょ？いや、1型で、はい、多分1型っていうのはどこ学部？記述はなしで、早稲田の 文化構想とかそっちの方で。なるほどね。英語も一応90点でしょ。ああ、何点満点中？200点満点中。200満点中、はいはい、まあ分かんないですけどね、記述がどう採点されるかですけど、はい、でもいきなり正誤問題なんだね、はい、これだから何問あったの結局？何問？全体で、全体で、大問が5個ありました。はい、やらない問題があるとかじゃなくて全部やる？全部やります。はい、おー、なるほど。じゃあ1型はこれだけじゃなくて全部の型の人これをやるってこと？多分用紙違うんじゃないですか。問題用紙が違うってこと？はい、まず最初の第1問が正誤問題ですね。はい、正誤問題は1問だけ正解、はい、第4問だけこのとこですけど、はい、うん、あ、難かった正誤はやっぱりっていうのを全然意識してなかったですね。ああ、ちょっとまあ詳しく問題は言えないですけど、はい、まあ正誤はボロボロあったと、はい、いうことで、まあ正誤自体は減ってますからね、出題される学部は。いや、ある正誤受けるとこ多分ない、まあ、まだ見てないですよ、なんか。いや、まあ、一応見た志望学部は見たんですけど、多分そんなんなかったないでしょ、はいはい、志望学部を言ってください、はい、あ、国際教育学部です、はい、国際教育ですね、はい、国教には出ません、はい、はい、そして続いてが、読解ですね、はい、これどうでした、やってみて。もうちょっと取れたかなみたいなところがあって、例えばこの問題とかは最終問題、共通語、はい、うん、後ろがそれ言っちゃダメだ、答え言っちゃいけないから、すいません、そこまで見えてるのになぜかできないっていうのと、あとはピンクで引いたところがなぜか読めないみたいな、まあ普通に読んでて何の難しさもない部分だと思うんですけど、やっぱ時間内の中だとなんかよく分かんなくなっちゃって、で途中からちょっと話が読めなくなってるみたいな感じ。え、後ろから解いたってこと？後に回したってこと？時間ってこと？いや、違います、順番に解いてったんです。順番に解いてったのに大問2からも焦ってダメってことですか？いや、まあちゃんとや一部でも読めないとしっかり後がどん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 崩れてくるみたいな。まあ、6問あって4番と5番しか合ってないってことね。はい、なるほど、これはきついぞ。続いて第3問、長文ですね。空将 SFC みたいだね、慶応の総計レベル模試だから、やっぱ、はい、まあ、SFC みたいな出題形式ですね。穴埋めが5問あって、5問中合ってたのがこれは何、2番だけ間違えました。あ、2番だけ間違えた。あ、じゃあまあ5分の4、はい、いけたということですね、はい、で内容一致の方がこっちは満点でした。お、全部いけたと、はい、はい、SFC 型ですねこれはね、はい、まあもちろん早稲田の文文校にも役立つかなと思いますけどね、内容一致はね、はい、はい、続いて第4問、はい、これが文政序とかもある、極政序や文政序がある長文の問題ですね。で、語形変化も書かなきゃいけないってやつね、はい、まあ、まあ慶応の章とかであるやつですけど、はい、さあ、これはどうだったんですか？こっちはもうボロボロだった。ボロボロ、最初だけやってて、あとはなんかです、最初第1問、和訳か、あるじゃん、記述あ、記述が1問、多分ここだけだと思います、和訳はできた？和訳は、よ、まあ、どうなんですかね、どうなんか分からない、はい、で語形変化が2の A だけしか合ってない。いやー、やばい。3が共通語補充で合ってた、4が並べ替え問題合ってた、下線部言い換えは×、6は合ってた、はい、なるほど、3,4,6 が合ってたってことですね、はい、あ、9問合ってますね、小問9まであってって。でこっちは読めてはいない、最初の1問だけ解いてなんか合ってました。あ、大問5の話ね、並び替えでそのまま作れそうだったんで作ってやったらなんか合ってました。なんで大問5は1問しか解いてないと、はい、あ、 TF 問題とか入ってますね、和製小っぽくなっておりますが、はい、はい、ということです。まあだから多分これしかないんじゃないの、和製問題、総計レベル模試だからさ、はい、総計レベルにしてるだけであっても出題形式は昔みたいにいろいろたくさんあるわけじゃないんだね。
悲しい時代だな、はい、そうか。そしてなんか記述がないっつってたのにガンガン記述あったんですけどいっぱいありましたけど、はい、っていう感じでした。じゃあまあ英語はやられたと、はい、英語はじゃなくて英語もかも、英語もやられました。はい、じゃあ国語はどうだったのか、やってみた感想はどうでした？文章を読めるなみたいな感じは出てきてるんですけど、うん、解いて手応えあって、で自己採集とあれみたいな感じの感触です。で、現代文最初のやつが問い3と問い6問い7問い10のいだけが合ってる、4つしか合ってないってことですね。はい、問い10個あって4つ、問い10のうちの1個、これ漢字ってことね。漢字の読みね、はい、知らん。最初の第1問が50分の19、はい、うん、これはきついですね。原文はきつかったです、内容。いや、1が本当になんか読めた気がしちゃうんですけど、うん、なんか全然自分の感触と違いすぎてちょっと悩みました、はい、そうけ、むずいかな。で、第2問の現代文ですね、はい、こっちが漢字が2と4があってて、はい、で、問い2 OK、問い3 OK、 で、問い5の Y が合ってるって感じですね。はい、まあ記述があるんで、記述はどうなるかわからないけど、長、はい、問が7問あるうちで一応自己採点は50分の25、はい、半分。こっちはどうでした？こっちの方がなんか読めなかったっていうか、うん、まあ最後に解いたんですけど、うん、読めなかったのに点は良かったんだ。はい、よくわかんないですよ。そして続いて古文ですね、はい、古文が50分の31、はい、まあ丸が問い1の1、問い2、問い5、問い6、問い7、問い8はできているということで、まあ後ろの方はできていますね。2、3、4のところが取れなかったと。これは古文はどうでした？古文は、うん、最初に文法問題と、うん、あとは文化史がちょうどやったところが出たんで、うん、そこで正解できたんですけど、あ、ね、あとはまあ文章を読めたかどうかで言われると、まあそこまでかなみたいな、最後これかなって、うん、でなんとなく丸つけたのがたまたま当たったみたいな感じで。漢文はやってない？漢文はまあほぼもう最後はだけ丸つけ、ああ、ほぼほぼ時間がないってこと。ほぼほぼ時間ないんで記号だけ書いておりました、うんうん、はい、で、それは合ってた。なんか1問だけ合ってた。あ、1問合ってる偶然ですね、はい、はい、ということで全体で何点だった？全体でだいたい75点。75点、200点満点中、はい、なるほど。どういう結果になるんでしょうこれ。じゃあ、世界史です。それでは、世界史どうだったんでしょう。はい、点数は16点です。100点中多分、はい、はい、と、もうやっぱり総計の世界史はレベルが全然わかんない、なんか教典よりもなんか全然わけわかんない。そうですね、レベルが当然、単語のレベルも高いしね、はい、出てくる人たちも、はい、あとはまあやってないとこも出てたんで、うん、ここ最初のところとかはまあ全然わかんなかったっていう、まあ、現代の部分が出てますね、はい、はい、問い2しかあってない。大問1は問い2と問い7問い9、はい、大問2は問い1正解、あとはダメってこと？まあほぼダメだと。第3問が問い1、問い3、問い6、はい、か正解、問い10、正解ですね、はい、13かと。なげ、文化史も出てるじゃないですか。でもこれも間違えました。あ、有名ないじゃないですか。これが正解だったって、うん、で、第4問がここからもう丸見つけて、ね、はい、自己採点できないです、はい継承とかのね、あのパターンでもあるやつですね、はい、はい、これということで、はい、世界史はまだまだということで、ぜひゆきお先生のユーテラ見てください。はい、去年あれ使ってました、うん、なんか決める共通、うん、あれ、あ、決めるね、はい、決めるでなんか共通テストね、佐藤ゆきお先生、そう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 、佐藤ゆきお先生です。今年からなんか変わっちゃった。あ、そう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 、はい、先生変わりましたけど、ゆきお先生は明日、ね、ここで撮りますから、撮影、選挙法改正での年号だけ完璧に覚えてるんですけど、それがこれの佐藤ゆきお先生のモラハウスで思いました。え、どのやつ？え、ミニスカート。あ、ミニスカートに胸騒ぎ、いやよ、いやはい、あれでまあ当日も出たんで、世界史、あ、何のやつで、あの立教の、あ、立教のやつで出て、まあ選挙法だけはちゃんと答えられたと言われて、にやみたいなでしょ。本の方には親父が入ってました。ミニスカートに胸騒ぎ、いやよ、いや言われて親父にやみたいな。親父にや。この語呂合わせの題名は親父だ。この辺で髪の毛一本だけ残ってる親父いるね。そういう親父がちょっとミニスカートに胸騒ぎ、そしてじーっと見てたら、それは見られたら嫌でしょう。だから、いやよ、いや、いやって言っても、親父はそんな嫌や嫌よには反応しません。逆にそう言われたことが、いや、としちゃうんだよ。わかったかな？ミニスカートに胸騒ぎ、やよ、いやと言われて、いや。以上、今回はこれで授業を終わりにしましょう。そんなんで終わりなんだ。
まあ、総計大変だったので、ぜひ、はい、皆さんのね、感想をお聞かせください。そちらお願いします。はい、明日は数をもきますんで、はい、結果もどうだったのか見たいと思います。最後賞。ありがとうございました。天気予報ちん。あ、あと、そっか、英検11級の動画も撮らないとですね。